はい、というわけで今日はですね、津山市の鴨というねエリアに、来てます、昔はね津山市じゃなかったんですけども、合併して津山市になりました、この映画のね八坂村のモデルになった集落に、ね、再びやってきました。こんな大きな石がこんな場所で落ちてくるとは。昨日のね大雨でこの石落ちてきたんですね。ああ、ここをねぶつかってここまで来て結構重いな。これ足じゃ無理だな。こちらが八坂村のモデルになった集落、海洋集落と言います。廃屋が残るんですけども、これもその当時のから残る家だということです。
あそこに書いてるのが昭和13年5月21日ですね。まあ、この日にちっていうのが松山事件が起きた日なんですよね。昭和13年5月21日。太陽光パネルの土地になってますね。前なかったんですけど。タイヤの応答器かな。その下いろいろ残ってます。廃材とか残ってます。
という感じで今日お届けいたしました。まあね、なんかあんまし変わらない部分もあれば変わるとこもあったり、太陽光パネルがね設置されてましたね。そこに昔あったのはなんか家があったんですけども、この土砂崩れ、まあ、西日本豪雨あたりぐらいになんか家が流されたのかな。まあなんか結構土石流的な感じで、あのなんか結構さら地になってしまったという場所なんですけども、まあ、そんな感じであの太陽光パネルが設置されてしまいました。まあ、有効活用ということですかね。集落の様子はそんなに変わらずですけども、まあ、こんな感じでございました。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。